はいどうも皆さんこんにちは、モッティです。さあやっていきましょう。続きですね、前回の。とんがり岩っていうところがあるんですけど、どっかわからないんですけど、そこ尖ってるじゃないですか、岩が。そこじゃないですか適当。あ、看板ある。ここにとんがり岩って書いてあるから、書いてある、多分。ほら、ちょ、浮かんじゃった、浮かんじゃった。あ、ちょ、こんにちは。ここ、とんがり岩でしょ。金の魚見かけなかった。あるよ。金の魚、この辺りならよく知ってるから、この先、とんがり岩まで案内してもらおうと思ったんだけど、あの変な霧さえなければ、僕だって金の魚に頼ったりしないんだけどな。マジか、タツノオトシゴがそんなこと教えてくれるのか。はい。うん。海蛇の住んでいる穴のところで海賊が蛇に襲われたらしいんだ。なんでもその時に何か大切なものを落としたらしいんだけど、なんか未開も気になってるんだろ。邪魔な霧に戻さなきゃ見に行けるんだけどな、金の魚のところにある。え、これじゃないの？違うの？一回潜る。あ、向こうか。あ、その先？とんがり岩来た。あ、お？え？よかったのかな？一回ある程度沈んで、ちょっとよかったのかよくわかんない。潜るの？潜って、なんか書いてある下に。お、なんだこれ。あ、海蛇、出現注意、霧が発生、注意してください。お、おい。え、これ出して大丈夫？大丈夫？逃げない？また取り直しとかならない？大丈夫？モッティさん。喋った。モッティさん、不思議な力を持っている、あなたにお願いがあります。どうか、私の後をついに来てください。はい、早いよ。どこ行くの？はい、こっち行くのね。こっち行って。そして、向こうに行く。向こうに行きまして。そして、どこに行くの？ああ、こっちに行く。あ、なんか待ってくれるんだね。待ってくれるんだね。優しいね。優しい。なんでこっち行く？はい、こっち行く。じゃあ、早いよ。なんでこっち行く？いいよ、さすが。待ってくれてる。待ってー。で、あ、マッチング向こうに行くのね。はい、さすが。なんかこの矢印通りに行けばいいのかな。あ、こっちへ行くのね。はいはい。ほんで、こっち行って。で、あ、こっち行くのね。おー、すごい。あー、すごい。あ、なんかこういう、あ、なんか道ずれちゃうとね。で、これ左でしょ、最後。おー、すごい。あー、さすがです。このとんがり岩は、縦穴には、それはもう恐ろしい海蛇がたくさんいて、私の友達が捕まっているんです。モッティさん、どうか、海蛇たちを全て倒して私の友達を助けてください。全部？先生ながら、ここまで道筋を、あなたが、持ち出し地図書き加えておきます。休みでも結構です。どうぞ私の友達のために、海蛇たちを助けてください。はーい。回収はできないの？君のこと回収はできないの？回収はできないのね。じゃあ頑張りまーす。さあ、んで、海蛇たちを倒さなきゃいけないと。あー、なんか光ってますね。これ何ですか？このマリオサンシャインのこうさ、ウツボが出てきそうなこの雰囲気。なんかこう、潜ってきそうな。あ、宝箱あるよ。お。宝箱行こうぜ。ちょ、待って、ここ、いっぱいあるんだ。ひもい。ちょ、わかんない。何しとるの？ちょ、武器がないの。え？武器がないんですか？あ、壊れた？ちょ、いた、え？あ、そうか。突っ込めばいいのか。これ多分あれですよ。あのね、大体ウツボの出し方は大体わかる。ただ、操作に難がある。こうでしょ。こういうことでしょ。多分こういうこと。はい。今の食われてないでしょうよ。そのなんかさ、ギリギリの判定のうんたらかんたらやめようぜ、これ。泳ぐのがね、どうしても苦手だからね、ここをね、こうして、こう。よし、オッケー！あ、倒した、一匹。やったぜ。こんな感じでいいのかな？はい。で、もう歩く。泳ぐの苦手だから歩く。え、これだけ？あ、やっぱあれなんだ。あ、なるほどね。ちゃんと宝箱があるところの、あれを出さなきゃいけないと。え、じゃあ、もうあれじゃん。あの、魔法の瓶すげえ、慎重に使わないとじゃん。なんかいっぱいいるでしょ、多分、ウツボ。めっちゃいるでしょ。全部倒せって言ってたもんね。あ、やばい、ちょ、ミスった。はい。今大丈夫？いやー、だからさ、食われてないでしょ、今の。今の食われてないでしょ。ちゃんと橋に行ったって。どこ行く？当たってる。超適当。なんか、あまりいい戦いをできていないことが悲しい。
あ、ルフィ。あ、ルフィか。宝箱ルフィなのか。でもまあ、海蛇を何匹いるんだろう、全部で。てか、ここに卵が3つあるっつってたよね。どこにいる？あと、ここの辺？あ、なんか上の方にもあるね。あのね。うえーえー、来た。ちょ、危ね。うま、今の回避うまくね。いや、今のはしゃあない。今のはしゃあないわ。これはしゃあないわ。だいぶだいぶ。意外とでもダメージ食らってないから、思いのほか。意外と。じゃあ、あのさ、吸い込まれるんだけど。吸い込まれるんですけど。あ、あ、ちょ、待って。あ、卵あるよ、これ。これ卵じゃね？あ、だよね。あ、だよね。やった。オッケー。あ、なんか、平然と落ちてる。ちょ、平然、あ、ちょ、待って。もしかしたら、じゃあさっき、さっきさ、卵、なんもなかったとこあるじゃないですか。宝箱もなかったところ。あそこに卵落ちてたんじゃね？もしかして。あ、壺だね。まあ一応ね、ただまあ、あれですよ。タツノオトシゴくんが言ってたね。ウツボ全部倒せミッションはまあ一応やっとこうぜ。あー、もうわかんねえ。ごめんね。ほんとごめんね。マジで。ちょっとさ、じゃああのね、上と下逆にしてほしいんですよ。ほんとそこだけなの、ゼルダ。あのね、あんまりね、操作性がああだこうだっていうのは、正直言いたくないんですよ。なんでかって、そういうのもすごい考えて、その、開発者の人が多分開発されてるので、おそらく、多分これが一番やりやすいんだと思うんですね。その、なんだかんだ一番やりやすいと思うんですけど、ね、そう、ゼル、ちょ、やば。あ、やばい。ちょっと待って、魔法瓶、あ、なくなった！あ、やば！あー！あ、やべえ、なくなった！うわー、どうしよう。なんかない、ない、どっかない。え、これ、やばくない？よっしゃー。これ、こんな大変なの、ここ。やばいね。いや、もう、ここだけで3日潰れますよね。いや、うまい人とかだったら全然サクッとやっちゃうんだろうなと思うけどな。よし。あと二つ。あと二つや。よし。なんかね、吸い込まれるんだよね。オッケー。あ、よし、二つ目。来た。見つけた。オッケー。はい。よし。これで、オッケー。さあ、ラスト一個。どこにある？ラスト1個どこにある？で、ウツボがどこにいる？ 1 匹倒したらもうそれで戻っても大丈夫とかになってるよね、さすがにね。あー、あれ。これは？よし。1回ずれて。よし。まあ、ある程度は慣れてきた。ある程度慣れてきたって言っていいんだろうか。大丈夫なんだろうか。あ、ええ。奥にあるのは何だと。あ、いえ。これで？なんかでもこれさ、トンガ、あ、まだあるね。え？え、そんないるの？なんかよくわかんないんだけど、その上下の、なんかあれが。あれがよくわかってない。はい。はい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 。はい、次。はい、こっち。オッケー。いや、高いマウンテン。高いマウンテン。オッケー。これ何もない？何もないところか。まあ、多分これあれだな。卵あった場所だな、きっとな。したら、もうちょっと下まで潜りの。これさ？これ食われる。これは食われる、さすがに。食われない。よし、オッケー。ウツボがあるね。これ何匹いるんだろう。一匹倒さなきゃいけないね。大変。ルピー以外も置いといてもらえませんかね。申し訳ないんですけど、もうちょっとね、こう魔法瓶を置いといていただかないと。ちょっと私、ド素人初心者には、かなりですね、シビアなものに。若干、あぶね。なんかね、ウツボが出てくると若干吸い込まれるのね。そういうなんか水の流れになってるのかな。よし。あ、ここもなんもないね。じゃあもう、ちょっと下がろうか。で？んで？もうちょっと下？あ、これ一番下もあるんだ。え、もしかしてさ、この辺に卵落ちてるんじゃない？ああ、いるいる、まだいる、まだいたわ。全然いたわ。てか、そこにあったのか、魔法の瓶。ここ。あった、卵あった、見つけた。
こうして、こうして、こう！よし！オッケー！あった、あった、卵あった、やったー。オッケー。で、これで、ようやく卵が全部揃った。何パーとかかった卵集めるだけで。もう、そういった、かかりましたけどね。あ、で、ラスト、ラストウツボですね。よっしゃ、もう、もう倒してやるわ。倒してやるけん。もう、じゃじゃじゃっとやっちゃるけん。よし。よしよし、こう、勝ってこい。いやー。こうやろう。はいよ。はいよ、もちとか。もちか。あ、なんか、吸い込まれるよね。やっぱね。わかんないわかんないわかんない。上上上。いやー、オッケー。あ、なんか生まれた。お、来た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 。仲間か、お前が仲間か、その、よく言われた。なんで何も言わないんだよ。あ、近づいてきた。ほんで、おお、二人揃って。こんにちは。あ、しかもなんか宝箱があるね。どうした？ありがとう、モッティさん。これは心ばかしの感謝の印です。ああーかけらーもらったやったあ、よかった。ちゃんと解決して。オッケー。あ、しかもこれで完了ですね。やったで。なんかすげえラブラブ。すげえラブラブしてるんだけど、なにこれ。カップルかよ。リア充かよ。ふざけんなよ、マジで。俺だってイチャイチャしてよ。タツノオトシゴの分際でイチャイチャできてるのにさ、俺がイチャイチャできてるとかどういうことだよ。ゲーム実況者ってモテるんでしょ？俺聞いたよ？来ましたよ。ゲーム実況者って、めっちゃモテるらしいじゃないですか。モテないんですけど、どういうことなんですか？よし。あ、ほんで、ここ登って、で、ここでアイテムで、こうして、こうして、こうして、こう！あー、疲れたー。なんかめっちゃ疲れた、この卵。すごい疲れた。はい。そしてラスト1個！やったー。やっとできたぜ。で、どうなんの？ 7 個集まった。ドラゴンボール。あれだろうな。願いが叶うんだろう。もうこのゲーム全クリしてくれ。全クリにしてくれ。何？水槽の前に来る。はい。あ。生まれる、生まれる。生まれた。なんか出てきた。なんか出てきた。ボタマジャクシみたいな。シーマンみたいな。シーマン。あ、音符これ。あ、新しい曲もらえるこれ。これはなんてことじゃ。これは一体わかんない。わかんない。高いど。お前らわからんのか。このゾーラのこの並び方は意味があることが。いやー、でしょうよ。いや、わかるけど、これ弾けと弾けとむずくね。あ、赤マイル。ああ、ちゃんと、誘導してくれんのね。トゥ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 。ん？トゥーン。トゥーン、トゥトゥ、むずくね？むずくね？トゥトゥ、トゥン、トゥトゥトゥン、トゥトゥトゥン。いや、音だと覚えられるけど、ボタンがわかんない。トゥトゥントゥーン。やっぱ荒ぶってる、じっちゃん。じっちゃんが荒ぶってるよ。やべえよ。アイドルメイド前にしたさ、オタクみたいな感じでやらぶってんよ、マジで。よく見かけるよ、あれ。コンサートとかで。あ、ボサノバ覚えた。お、潮騒のボサノバ。ゾーラの子が教えてくれた歌声をいざなうメロディー。その楽器じゃん！うぶ、この曲を教えるためにその子が生まれたんじゃとすると、この卵を産んだちょっともさ、テキストに集中させてもらえません？ちゃんと読みたいんです。僕、日本語ただでさえ読むの苦手なんだからさ。なんつって、おたまジャクシを産んだゾーラに会いに行け。卵を産んだゾーラ。卵を産んだゾーラに会いに行け。え、どういうこと？卵を産んだゾーラ。卵を産んだゾーラに会いに行け。え、全然意味がわかんないですよ。しっかり入ってね。え、卵を産んだゾーラに会いに行け。ええ、真面目にチンプンカンプンなんですけど。え、卵を産んだゾーラに会いに行け。
まあいいや、とりあえずセーブしよう。ちょ、ね、ちゃんと覚えたかな。あれか、とりあえず、じゃあ。え、じゃあ、あの辺か、そしたら。まあ、あっちの方だろうね、そしたら。卵を産んだゾーラに会いに行け。なんか何か教えてくれたけど、まあいいや。ちょっと先、邪魔。邪魔なんですけど。え、どこに行ったらいいんだ。うわー、キモー。あそこなんじゃないの。そんな気がしたんですけど。ここ行って、あそこ。ここ行って、そこの、なんか、あるじゃないですか、ホールみたいなのが。そこに行ったらいいんじゃないの？曲覚えたから。で、なんかどっかで弾くんじゃね？ゾーラホールで。違うかな？真ん中のこう舞台で弾くみたいな。弾いたら、おーみたいな。おー！なんか弾いてる、おーみたいな空気にならない。ならないかな？あれ？もしかしてあいつじゃない？歌姫探しに行くんじゃない？歌姫。うん。ちょっと音鳴らしてもらえるか。お！ここだろう。わかんないけど、これか？違うの。違うのよ。まさにここだと思ったのよ。すげえ勘がいいと思った。うるさいな、今過ごし。あ、ミカウしまった。いや、僕、ルルの様子を心配で別に覗いてるわけじゃない。僕、そんな趣味じゃない。しっけ。休養を思い出した。あ、行かなきゃ。はーい。これで、権利書のターンがここにもあるのか。で、何これは。え？何？ここじゃないの？え、覗いてたっつってなかった。あ、ちょ待って、器がある。見つけた。これで、うまく誘導して、取るみたいな。取るみたいな。じゃ、僕には無理ですね。やっぱ僕には無理みたいですね。うん。どうしようもないみたいな。フックショットでなんかこうさ、捕まれる場所ない？ない？ない？ナイツ？ナイツ？これさ、フックショットで取れなかったって。じゃあ無理だわ。あんたゾーラの字読めるの？読めない。ルルの日記、声が出なくなってもう2日経ちました。ミカオのに知られるのが嫌でエヴァンに相談したら、海洋研究所に調べてもらうし、進めました。あ、そこ、はい。まとまりですね。夜中物音が目が覚めるようになっています。私にとって大事な卵バレー。はい。一番知らないミカを全てで知られてしまいました。最初の恥ずかしく悲しいこと、私もなかった。ミカが言った言葉は私の心で聞こえてました。これだから、あれでしょ、やっぱり。あいつの前でギター弾きゃいいんじゃねえの。だからそれがどこにいるかでしょ、要は。邪魔。めっちゃランニングしてた。はい、喋る。ミカ、何してたんだ。リーダーのエヴァンがお前に早く伝えてる。エヴァンじゃなくて、違うんだって、聞かせんでしょ、絶対。エヴァン。なんかどうして卵を取り、ああ卵を取り戻せた。裏の海にもうルルに会ったのか。海賊たちは卵を盗みにからルルがああして、沖を眺めてため息ばかりついてるんだ。ミカウ、歌声を取り戻すにはあの卵が必要なんだ。平和の海を暮らすにはなれた、今のゾーラ族の中で、荒くれ者の海賊とは対等に渡り合えるのは、ゾーラ族の勇者の血を受け継ぐお前だけなんだ。ルルのことはまだバンドのみんなには内緒にしてる。時のカーニバルコンサートみんな楽しむことができるから。え？卵を渡しちゃいけなかったの？もしかして海洋研究所に。え、あ、てか裏ってどこだよ。もうここ裏じゃねえよ。わからない。表も裏も、裏も表もわからない。こっちか、こっちの、あ、ここ裏口っぽくない？なんかちょっとあれだよね、裏口ルートですよね。あ、誰だそれ。
あ、ちょっと待って、ハイラの盾ある。ちょ、勇者の盾、ちょ、買う。どういうこと？な、勇者の盾買えないんですけど。そこじゃないか。そしたら、こっちか。こっちが道途切れてるから、こっちで行けばいいと。いたー、やっと見つけたー。あー、顔でかい。何を見てるの？やめて。ずっともやめて。あの悲しい顔は、あなたに何か伝えたい、そんな表情ね。そんな表情。おー、わかったよ、わかったよ。弾くんだろ？今から弾きゃいいんだろ？今から弾くぜ。俺の歌を聴け。せーの、ほら。あ、てか、後ろに、ちょっと待って、後ろに袋いるじゃん。お！そして、渦が、なくなるわけじゃなくて、何？おう。何それ。デラックスのステージであったね。スマブラの怖っ。ムジュラ史上最も怖い生き物だろ、これ。うわー、よく眠ったぞーい。にゃんにゃー。眠ったぞー。ついこの間目覚めた？思ったが月が経つの早いじゃん。もう降るよ。あ、かわいい。あと可愛い。ん？驚くことないぞ。私眠っていてもこの海に起きたことは全てお見通しじゃ。おお、どうやらルルは混乱しているようじゃな。まあ無理もないが、さてさて残念じゃが、あまりゆっくり話している時間はない。さあ、ゾーラの誇り高き戦士の子よ。なんだ。おお、グレートベイガー、お前の力を必要としておる。早くわしの背中に乗るんじゃ。おっしゃー、行こうぜ。じゃあグレートベイに任せんしゃい。ルルよ、俺の背中を見てOKよ。